イム通り。さあ、たった今オンラインお話し会のね、あのカレンダーの発売イベントの2日目が終わりました。同僚マージュの彼氏とか、いろいろと応援の言葉とか、カレンダーの感想とかね、あの聞かせていただいて、とても楽しかったです。ありがとうございました。まあ、あの参加できなかった方もいると思うんですけども、あのまたあのすごいこういう機会だったり、まあ、ライブがね、あの昨日発表されたんですけど、ライブとかでもあのなんだろう、皆さんにね、なんか伝えられたりとか、お会いできる機会もあると思いますので、引き続き頑張りたいと思います。あと、まあその会う機会だけじゃなくて、今あの絶賛撮っているクールドチ男子のね、ドラマとかね、まあドラマね、あれまあ台本とかもあるし、役もあるので、僕から直接の言葉ではないかもしれないけど、作品がなんか届くことによって楽しんでもらえたりとか、なんかそういう風に日々なんかね、癒しになるような作品ね、僕もできるように、あのみんなで作ってますので、楽しみにしていてもらえたらと思います。そしてあのこれからもあのグッズとかもそうですけど、いろいろ作ったりとか、あと日々のこのお仕事ですね、ファッションとか美容とか、あのインスタライブとかでも皆さんとね、なんか時間を共有できるように頑張りたいと、あの改めてあのオンラインお話し会って思ったので、今日は僕にとってもすごい楽しい時間でした。ありがとうございます。そしてこの後も仕事だ、仕事の用意しなきゃ。あ、クールドジャンシー予告が公開された、そうみたい。俺も見てみようかな、多分チェックはしてるんだけど。今日の衣装は私服ですけど、ロエベのジブリのハウルのコラボ写真にしました。ほら、ロエベ。